そのどんな風に呼んでるんですか、その名前だからスタッフ。これだからクリーピーちゃんのラジオも一緒の人いるんじゃないかな、うん、俺らのスタッフ。あ、さっき、あー、おったおった、あの奥の方いるじゃないですか、うんうん、メガネの あの方はイソギンチャクって呼んでます。イソギンチャク、イソギンチャク、落ち着くわ。俺のスタッフ高橋くんです。あ、そうそうなん、イソギンチャク、イソギンチャクって、名前も覚えてない相手を見て落ち着くんだ、はい、この人。でも、でもそっか、もう覚えられへんねんやったら自分の思ってる通りの名前つけちゃう。そう、あ、そういうことか、つけちゃうんだ。もうそれにしてます。なるほど。しかも確かにそれやったら、うん、まあ年近い人とかやったらなんかあんま契約の感じになったりせえへんか、なんか俺こう思う、なんかそういう印象で勝手につけてましたみたいな。そうそう、なんすかそれみたいになる。そう、名前こう、あ、いつもこう呼んじゃうみたいな人いないですか、なんか。あ、だから僕今霜降りバラエティのテレ朝でやってて、プロデューサーがもう今も出てきてないもん、はいはい、ああ思い出した、小山さんっていう人で小山さんずっと今もなんですけど奥井さんって呼んでますよ僕、あ、もう全然ちゃう名前として覚えてる。奥井さんでなんか知らんけど奥井さんで最初に覚えてもうて、小山さんやのに奥井さんって言ってもらうからもうお願いしたんですよ、ごめんなさい、ほんまに奥井さんって呼んじゃうんで、奥井さんでこれから呼ばしてください。あ、いいですよって言われて。そっちが折れるんです。そうなんですよ、お願いしてちゃんと。マジで、もう奥井さんでいきますって。へえ、そうっていうやり方取ってますね。その方でもやっぱ人もあるやろな、そのせいやちゃんのキャラやから、まあ、本当だ、いける。いやいやいや、いけるよ。R さんはどうやって乗り切ってるの、そういう時は。俺はほんまに、うん、その名前を言わんでいいような話になんとか持ってる。なんかそのテクニックや。お久しぶりですって言って、ああお久しぶりですね、うん、みたいなそのテンションで、で いつあったっけなみたいな思い出すために、うん、あ、確かそれ前ねって言ったらあっちが、うんうん、そうそうそう、あの大阪のあそこでって言ってくるから、うん、あの時あれでしたねみたいな、なんとかその時に覚えてる情報みたいなのを出して乗り切るけど、やっぱ限度があって、はいはいはい、普通に一回その一回世話になったそのスタッフの人が俺が普通にご飯食べた時に来てくれて、うん、であっちは奥さんもいて、うん、子供もおる状態で、うん、R さんみたいな感じで来てくれて、 あっちとしてはその言うたらね、あのこういう人とも仕事してるんで、うん、奥さんたちもちょっとかましたい状況で、うん、かましたい、R ちゃんでかましたい、お久しぶりすみたいな来た状況で、はいはいはい、で俺は顔は出てんねん、出てる、顔は出てんねんけど名前とその人との出来事が出ないから、はいはい、顔だけ覚えてるから、あのねねって言ってたら、あ、もう大丈夫ですつってバーって行かれて、かわいい、やってもうたと思って、ごめんなさい、めちゃめちゃ下手や、下手、かわいい、下手やな、もうその家族の前でも恥かかして最悪やと思って。でも確かに R ちゃんそういう時なんかフッフッフッって困ってるとこよく見る。あー、それはダメだわ。フッってごまかそうと、なんかあのごまかしてもない、なんかめちゃめちゃ俺困ってる、お前のせいでなっていう感じで。違う違う、なんその連発の春日さんみたいな。詰まった。その場合どうしてよかったんですか、顔だけわかる。これは僕がもう R ちゃんに特別にテクニックをします、僕がやってる。さすが。だ、例えば、うん、R ちゃんがその人やと思って来てください、うん、そうそう、僕に。あ、せいやさんお久しぶりです。むさんめっちゃ久しぶりっすね。うん、ね、あの時覚えてます？僕も。覚えてます、むさんがやったでしょあれ。え、むさんがやったじゃないですか。あれやってくれたやつか、むさんが。やりましたよ。さっき。僕の名前覚えてます？覚えてますよ、むさんがやったじゃないですか。おじさんが言ってくださいよ。そのなんか三だけ言う。おじさんが。じゃないですか。これ使おう。これが一か八かの賭け。確かにその詰める人じゃなく雰囲気で話する人やったら、おじさんがって言われた時になんか別に普通に喋り続けそうやもん。いや、まさか、うん、こいつそう山間で三強く言ってるなと思わんわけ。思わん思わん。だからまあこういう初対面でも、おじさん。お願いします。皆さん、はい、なるほどね。そうなんですよ。なんとかのとこグニグニって三だけでかく、三を強め。三で書き消す。そうですそうです。皆さん、皆さん、ね、これ、ね、はい、で次のもうすぐ行く。はい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 。皆さん、やったじゃないですか。やったじゃないですか。何を何を何を。じゃああそこ俺何をって。会話は確かに内容はゼロ。なんかほんまにフローで行けるというか。もうリズムと音程で。でもさっきの確かにリズムで来られたら嫌な気せえへんすもんね。いや、もう圧倒されるからね。はい、そうそう。あとも手振り大丈夫。皆さん。
ナイさん、やりましたね。そうか、なるほどね。マラドーナぐらいの、これはテクニックありますね。これは、確かに、もしかしたら、引き出しに入れといてもいいね。